パネキュッセイセイセイということでですね、コラボウィークですよ。愛さんもう上がってると思うんですけど、やっぱプロ野球選手がやってるのを身近で見れるって僕らでもなかなかないわけですよね。もう身近で見るってなったらもう試合に見に行くしかないですから。で、愛さんのちょっと無邪気な一面もあったんかなみたいな。なんかぶっ飛ばされてませんでした。いや、ぶっ飛ばされたっていう言い方は良くないと思いますよ。語弊を生みますから。あ、じゃあ、じゃれてなかった。いや、じゃれてるも語弊を生みますよ。え？あれは愛だと思ってます。ああ、なるほどね。そういうことですよ。やっぱ愛とだけに。愛とだけにですよ。はい。清水達也くんの、まあ、キャッチボールシーンをね。豪華すぎじゃないか。いや、豪華すぎですよ。もうね、めちゃくちゃ綺麗なアングルで撮ってますから、もうぜひとも皆さんに見てほしいっすわ。ということで、本日の企画、清水達也の、ボールの軌道。完全解析してる。あれだね、解析動画になってる。それしてなくない別に。全く我々解析をしてないのよ。お前らが一番野球のこと何も言ってなかったから、裏で。まあ、早速ね、見ていただければいいかなというふうに思います。動画の途中でキーワードもあるんで、しっかりと見てくださいね。それでは、企画になっていきます。シャオパシフィック、キング何品戦後戦後戦後でしたね、今。すいません、インタビューよろしくお願いいたします。はい。やっぱこう1年間戦ってきてどんな思いでしたかね。おお。こっちだった。すいません、清水じゃないですね。バレこっちはバレやっぱかかりづらい。なんかギシギシしてるね。見よう見る、見たいね。見よう。うわ、おお、やばい。まっすぐめっちゃ綺麗じゃない、ね、糸引いてるよ。半分下ネタだな。え、今清水首かしげてました、ね。それ笑っちゃったからお前。変なこと言うな。あとお前下ネタでもなんでもねえよ。あ、分かんないことあったら何でも聞いてください。あ、はい、大丈夫です。うおー、すげえ。なんか変化球とか言ってもらいましょうか。そうですね。なんか変化球って何持ってます？カーブ。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 カーブちょっと言ってもらっていいですか？カーブわかりますか？こいつ嫌いだわ、じゃあ。何だったんだよ。カーブわかりますかって。やばいね。カーブ行きます。これなんですよ。皆さん見ました。これが昔からやるやつなんですよ。お前を苦しめた。これが僕を苦しめました。伏線回収してきやがった。だから受けたくなかった。なるほどね。はい。うわ、でも、やばい。目線の高さから落ちた。今やばくない？今のカーブを表すしたら、いや、フォークだった。今フォークだった。すごっ。あと他何持ってます？あとはちょっとフォーク落ちるかな。あー、ちょっと軽く絶対見てみたいっす。フォーク、フォーク、いいです。うおー、うおー、すげえ。マジで落ちんじゃん。何するか。いや、すげえな。こんな感じ。あ、100マイルのラスト。うわ、まっすぐやつ。うわ、さすがだ。出るな、こうやもん。まあ、でもちょっとこの後、二人にちょっとね、いろいろと話聞いていこうと思うんで。はい。あ、危ないっすね。うわ、やば。うわ、よく手首分けないね。パシキン、パシキン、邪魔です。うわ、怖い。うわ、怖い。めっちゃ怖い。球ど、そこでもないし。次清水ね。清水。ちょっとまだ清水嫌な残像残ってるな。うわ。思ったけどさ、変化球投げてもらわなくていいの。いや、いらない、いらない。いらないの。うん。いや、いらないって怖いから。あ、怖い。清水、怖いと違う。こうやばい、スーンって上がってくるんだけど、清水途中からグッて上がってくる。うぅーガーンってくる。うわぁ、ここでこういかない。ここのまんまで、このか、さあ来い。イエーイ。うわぁ、えぐい。ラストお願いします。ありがとう。投げやすいっす、本当に。僕嫌でした。いや、マジで本当に一番
投げやすいですし、はい、言いたいことをどんどん言ってくれるんで、はい、富永さんのおかげで成長できました。はい、本当にありがとうございました。はい、どうありがとうございます。いや、ちょっとさ、ちょっと前の動画であったけどさ、その不仲説みたいな仲悪いですよ。え、ちょっと仲直りしようよ。仲直りですよ、こっちが悪いからですね。こっちが悪いからですね。言えてないっすよ。なんでじゃあ、仲直りしてくださいよ、じゃあ。はい、え？わかんないですけど言った通りでしょ。だって好きな気合がどっちだ。めっちゃ好きっす。あ、カメラ見て言うってことはもう慣れてるってことだ。あの、まあ、この企画あれなんですけど、まあ、あの清水のプロスピのこの査定を勝手に決めちゃおうってやってたんですけど、うん、大体わかりました。大体ざっといきますね、はい。まず9位、9位、 B、 B75、 いや75です、 B75、 うん、コントロール請求 E、あ、辛口ですね。うん、ちょっと悪かったね。スタミナは、いい。あ、辛口なんですね。先発じゃないの？抑えですね。あ、抑え、はい。で、あの、まあ、ちょっと特殊能力。超タイピンチ。超荒れ玉。超荒れ玉ですか？超キレ。この3つだよね。はいはいはい、はい。まあ、それが僕からのサポーランド。まあ、来年そうなれるように頑張ってほしいと思うんですけど。あ、まあ、ということで、本日清水くんの回ということで、もうこれでね、再生回数が、こう、競いますから。そうだね。そこでちょっとね、はい、あのやっていただければいいかなというので、ぜひとも視聴者の皆さんにちょっと査定登録お願いします。ぜひ皆さんお願いします。はい。はい、どうも皆さんこんにちは。こんにちは。パシフィックキング、ヒロシ、タツヤ、セイ、セイ、セイ。やるなら、やるなら言ってください。やりますから。それで締めましょうか。最後。あ、いきますか。いきますよ。ヒロシ、タツヤ、せいせいせい、ありがとうございます。おー、いやーすごい。プレゼント企画の応募方法なんですけれども、キーワードがこう全部出て一つの言葉になるわけですね。インスタグラムの僕のアカウントの DM に送ってください。で、 DM に送ってくれただけじゃそれは当選させません。そこから条件を付けさせていただきます。一つ目がパシフィックキングのチャンネル登録、これは絶対です。で、二つ目、インスタグラム、TikTok、Twitter のフォロー。インスタグラムだったらアカウントが4つ、ひろし、ばやし、OMG。 TikTok だったらパシフィックキング切り抜き集、パシフィックキング、富永ひろし、個人アカウントもやってるので、そちらも全部フォローしてください。三つ目、毎回上がる9つの動画を自分のインスタグラムのストーリーでメンション4つのアカウントをつけて毎回投稿してください。その3つが最大条件です。まあ、あの、なんかそう、ちょっと難しいよって言われるかもしれないんですけど、いや、それ以上のものをこっちがもうすごい、本当に、マジですごいものを、あの、渡すわけなんで、ちょっとそこはやってほしいなって思います。難しかったらできないです。ごめんなさい。分かってくれた人だけができます。だから倍率がぐっと下がります。多分ですけど。有名人コラボプレゼント企画、キーワードは、は。え？はでしょ？は。は。は？は？は？